今回はホーリーストーンのドローン HS450 を紹介していきます。まずは開封レビューからしていきます。こちらは、充電の USB ケーブルとケーブル2本とドライバー、あとは予備のプロペラと、プロペラ外しのレンチが入っています。はい、次に、はい、こちら機体ですね。機体はこんな感じで、手のひらサイズの小さいものになっています。はい、でこちらが送信機です。でバッテリーが全部で 1,2,3 本ついています。でその他に、説明書と、まあ、サンキューカードと、まあ、バッテリーの注意事項みたいなのが書いてある紙が入っています。じゃあまずは本体の外観から見ていきましょう。本体の外観は割とおしゃれな感じですね。今までのデザインではなかったようなこのような黄色なボディでおしゃれな感じになってます。で上側にもあのプロペラガードがついているので、まあ、安全性も、高そうですね。バッテリーはこのように上からはめ込むタイプになっています。で電源ボタンはこちらに下側にあります。で機種、ドローンの前面がこちら青色の LED で後ろが赤の LED になっています。まあ、機体の外観はこんな感じです。次送信機ですね。送信機を紹介します。送信機まず2滴マークから見ていきましょう。2滴マークこちら入ってますね。右側が、3D フリップになってます。でここスピード調整ですね。スピード調整がハイローっていう風になってます。で、まあ、その他のスペックとしては操作距離が、まあ、障害物なしで 50m ってなってますね。で重量が 35g で飛行時間がバッテリー1個に対して6分ですね。商品ページのスペックを見てみると、でサイズの方が 83×89×39mm、 あとは、周波数は 2.4GHz で、その他、まあ、充電時間が、40分になっています。でモードの方、送信機のモードの方はモード1モード2どちらでもできるようになっています。で一応この機体の、まあ、特徴としてはジャスチャーモードっていうのがあって、機体を手で操作できるモードが、ついています。旋回モード、この手と手の間にこれをやるとぐるぐる回るのかな。旋回モード、 3D フリップ、これをこうやると 3D フリップになります。でホバリングモード、実際他の機種で同じようなやつあったんですけど、これ結構難しいです。操作するのがジャスチャーモードっていう手で操作するのは結構難しいですね。思った通りにはいかないかもしれないです、ね、でもまあ送信機で操縦すればいいのでそこはまあいいと思いますけど。でその他は特にないですね。スピード切り替えの方は3段階で切り替えられるようになってるみたいです。で緊急停止ボタン、こっち、上のボタンを同時押しで緊急停止ボタンもついてるみたいです。送信機の電池の方は単4電池3本で動くようになってます。まあこのような感じですかね。まあこちらの、ドローンの説明は以上となります。じゃあ実際にまずはちょっと軽く室内で飛ばしてみてどのような飛びをするかやってみたいと思います。それではですね、実際に室内で、フライトさせてみたいと思います、まあ普通に安定感もよく飛びますね。安定感も悪くないです。で実際に 3D フリップちょっとやってみようと思います。ボタンを
3D フリップのボタンを押した後に入れる方向によって回転方向が変わるみたいです。次左に回転させてみようと思います。フリップの後結構落ちますね。この機体は地面の方に今3段階一番速いスピードにしました。そこそこ速いです。3D フリップの後結構落ちるんで、あれですね、終わった後に3D フリップの後結構落ちますね。はい、ということで屋外で飛ばしてきたんですけど、風がちょっとあったんですよね。風速、2メートルないぐらいですかね、あったので少し押し戻されちゃう感じはありました。ただスピードを、3段階のうち一番高速にすればなんとか飛ばせるっていう感じでしたね、はい、でそこそこ多分風がなければキビキビ飛ばせて、なかなか楽しめるドローンだと思います。あと個人的に気に入ったのがこのデザインですね。割とこのデザインが気に入りました。今までホーリーストーンさんの中で出ているドローンの中では結構一番好きかもしれないです。ちょっとおしゃれな感じですね、はい、ということで、今回はですねホーリーストーンさんの、HS450 のご紹介でした。ご興味のある方は動画の詳細欄の方に購入先のリンク、Amazon のリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。以上です。